清田のんちゃん、清田のんちゃん、にし備前焼き、備前焼き、備前焼き。東方大関清田のんちゃん、札幌出身宅部、西方備前焼き、岡山県出身ほぼピンベや、呼び出しは大輔、行事は海坊主。本日結びの一番であります。さあ、海坊主さんのやや聞き苦しい咳がありました。大変失礼いたしました。結びです。牛乳パックで紙相撲はワークショップみのり、椿睦子オフィス、以上のご協賛を頂戴いたしております。さあ、この中日5日目、いろんなことがありましたが、結び優勝戦線に話を移すと、この清田のんちゃんもいっぱいであれば守っていけば可能性が出てきます。現状全勝が平幕のカスカビアンとドラゴンエベツ氏の2人だけに変わりました。大関キリダンサーが1敗を喫しています。その他東くんも1敗を守りました。さあ、清田のんちゃんも残れるかといったところです。さあ、実況私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りしております。さあ、清田のんちゃんです。今場所復活なるかというカド番で迎えた今場所、まずまず序盤はいい相撲をしてますからね。そうですね、まあ数字で見ても出てますし、まあまあ悪くはない状態、まあただね、一時期の強かった時期に比べるとまだまだなんですが、まあ、ちょっと復活の兆しは見えてますね。対する備前焼きです。2勝2敗。さあ、大関をなんとか崩していきたいところ。初日2日目で大関不死子矢分東君に敗れています。ここで崩せるかどうかですね。そうですね、まだやっぱりこの2敗のラインっていうのはまだ優勝争い食い込めるチャンスですので、まだまだちょっと頑張ってほしいですよね。過去の対戦、7月場所でありました。先場所ですね、突き倒しでこの時勝っているんですが、その相撲ではご覧いただくことにいたしましょう。中日やはり5日目のことでした。立ち合い一気に押し込んでいったんです。備前焼きも圧倒的な強さを見せました。ブルドーザーみたいですね。そうなんですよね。この相撲が出れば、うん、備前焼き十分十二分に勝機ありますよね。そうですね。さあ、清田のんちゃんはどう対応していくのかというこの一戦です。これでも立ち合い注意でしょうね、清田のんちゃんは。そうですね、やっぱり備前焼きの力、前に出る押す力っていうのに負けずに、まあ、浴びせていくか、もしくはちょっといなすかっていうところを見せてほしいですけどもね。さあ、中日の結びの一番です。左は大関清田のんちゃん、右は備前焼き。中日の結びの一番、制限時間いっぱいです。よし、やっていきょういのぐだい。ぶつかった、ぐいっと掴んで備前焼きが出るぞ。備前焼きで浴びせていきたいな、のんちゃんだが、右からの上手投げ、備前焼き小手投げか、上手投げ、上手投げ、残す、のんちゃん残した、清田のんちゃん残している、もう一回、しかし上手投げ、三回目は食ってしまった、備前焼きの勝ち。座布団を投げないでください、座布団を投げないでください、座布団を上から落とさないでください。ああ、運んでいかないでください。ただいまの決まり手は上手投げ、上手投げで備前焼きの勝ち。いやー、見事でした。備前焼き、今日は1回目2回目の投げは決まりませんでしたが、3回目の上手投げで決めました。
や、清田のんちゃんもよく粘りましたけれどもね、一瞬ちょっと浴びせていこうかなっていうのも見せましたけれども、いやいや備前焼きがうまいこと回しを取ってからの、そうでしたね、これはやっぱり前に出てもよし投げてもよし、備前焼きやっぱりいい成長を遂げてますね。いや見事な相撲でした、この後あの先ほどの周回道も含めて、はい、インタビューをしましょうかね、続けてインタビューしましょうかね。先ほど勝った周回道、ワンパクに勝った周回道、そして、たった今勝ちました清田のちゃんを下しました備前焼き、2人インタビューをできますでしょうかね。さあ現在画面上では基本ルールを出しております。すいません、ね、座布団で荒れてる状態なんですけど、いやー見事な結びでしたけれども、大関がーという焼き無理もさんのコメントありがとうございます。座布団座布団というクッシンさんありがとうございます。放送席放送席、まずは先ほどの一番ワンパクに勝ちました周回道関からお話を伺いましょう。おめでとうございます。カビカビ、いや、なんて言ったんですか今。カビ、まあ聞かなかったことにしましょう。いやそれにしても見事な投げ狙ってました。狙ってるカビねえ、ね、な、ね、なんて言ったんですか今。狙ってカビ、これ以上聞くと危険だと思うので、あの今後も期待します。カビ、ありがとうございました。あ、ちなみにあのドラゴンエベツシとの取り組みなんですね、6日目頑張ってください。カビ、そしてあの備前焼き関に話を伺います。いや結びの一番3度目の上手投げ、こだわりましたね。こだわりましたやってましたよ俺ね、えこれで、大関を撃破しての3連勝優勝っていうのも狙っていけるんじゃないですか。これはね、こっからが持ち勝ちね、優勝しました。ねえ期待しておりますよ。体力の限界でした。言ってることとは勢い感も全く守ってないんですけど。放送席どうぞ。見事勝ちました備前焼き、そして周回道に話を伺いました。牛乳パックで紙相撲実況中継、平成24年9月10月場所ですが、これでですよ、出ますかね、優勝戦線このようになりましたという表がありますので最後にご覧いただきます。全勝が2人、そうですね、前哨が平幕の2人ということになりまして、ドラゴンエベツシとカスカビアン、はい、まあ、確かに今場所面白い取り組みはしてますね2人ともね。そうですよね、いっぱいで追いかけるのが大関陣、東君キリダンサーに関脇の千歳ソードマンが来ましたね。来ましたか。ここはでもやっぱりね、キリダンサーに勝ったっていうのはでかいと思いますね、うん、そうですね、うん、さあ6日目以降なんですけれども、一つのマキリダンサーの連勝記録が止まりました、うん、まあここからはもう優勝戦線という話になると思うんですけれども、はい、カスカビアンドラゴンエベツシ行きそうですか、どうですか。いや状態はいいと思いますので、特にドラゴンエベツシこの辺ですよね、まああの攻めてもよし、そして引いてもよしっていうところに成長している力士ですので、はい、まあ、この辺注目していきたいなというのがありますね。ねえ、あ、番付編成員の田中さんがね、書いてくださっておりました、うん、タイムライン上ありがとうございます、うん、ねえ大関の基準を考えたくなるということですけれども、それはあのここでは書かないでいただきたかったところでございます。ね、うん、これは確かにね、でもね、うん、なかなかそういうような状態になってきてますね。なぜか大関に上がるとね、みんな結構元気なくなっちゃったりもするんですよね。そうなんですよね、まあまあ当たる相手が変わるというのも事実なのかもしれませんけれども、うん、それだけ、まあ、世代交代というか新しい力士がどん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 出てきてる証拠かなというふうに、うん、そうですね、はい、まあいい意味で
取れば、うん、あの活性化してる証拠かなという気はしますよね。下のやる気がありますからね。というか、あの見てる側にとってはもうどんどん新しい有望な力士が出てくるので、うん、それはそれで面白いのかなという感じもありますから ね、うん、さあ大関陣が最後は優勝戦線に絡むということがあるのか、あるいはこの全勝の2人が最後まで盛り上げてくれるのか、どうぞご期待ください。6日目、生放送ご覧の方はこの後すぐお送りしてまいります。録画放送ご覧の方はぜひ6日目もお楽しみに。実況ここまで私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りしました。10月に入ってもなぜか昼間の気温は暖かいという札幌から中継でお送りしてまいりました。どうぞ6日目の取り組みもご期待ください。さようなら。